デイビッド・ランドルフ・スコットは、アメリカ合衆国の宇宙飛行士、空軍軍人。1971年7月31日に、アポロ15号の船長として月面に降り立った。1932年、アメリカ合衆国のテキサス州生まれ、陸軍士官学校を卒業し、間もなく空軍将校に転じた。1962年には MIT で航空、宇宙工学の学位を得る。1963年に宇宙飛行士として NASA に選ばれた。また、1971年にミシガン大学で宇宙工学の名誉博士号を得る。宇宙飛行士としての経歴は後述する。1963年、バズ・オルドリンやアルビーンなどと共に宇宙飛行士の第3期生として NASA に選ばれた。その後に3度の宇宙旅行を果たす。ジェミニ8号とアポロ9号15号である。特に最後のアポロ15号では月面に足跡を残した。1966年3月にニール・アームストロングと共にジェミニ8号で初めて宇宙に飛び立つ。そこで人類史上初の軌道上ランデブーとドッキングに成功した。対象はアジェナ標的機であった。この際にスラスターの故障が起こり、スコットとアームストロングは命を落としかねない状況に陥った。アジェナ衛星の不具合だと判断したアームストロング船長はアジェナを切り離した。しかし、故障はジェミニ宇宙船速の軌道姿勢制御システムであった。故障したスラスターの勝手な噴射によって、ジェミニは激しいスピンを起こし、一時は二人とも計器パネルが読めない状況に陥った。しかし、逆噴射ロケットを緊急に使用するという、この二人の技量によって、危機を脱し、無事に地球に戻ってきた。予定よりも3日早い地球帰還となったので、予定されていた大西洋への着水ではなく、沖縄東方の太平洋への緊急着水となった。二人の乗ったカプセルが、アメリカ海軍の駆逐艦レオナード・カイ・メイソンに回収されたのは、着水から3時間後であった。波が荒く、二人ともひどい船酔い状態に陥っている。1969年3月にアポロ9号の指令船操縦士として2度目の宇宙旅行を体験する。船長はジム・マクディビット、月着陸船操縦士はラステ・シュアイカートである。一連のアポロ計画で初めて指令船と月着陸船が揃った飛行であった。打ち上げから3日後の1969年3月6日に指令船ガムドロップからスコットが月着陸船スパイダーからシュワイカートがそれぞれ宇宙服を着て同時に船外活動を行った。シュワイカートの体調不良が原因で当初に予定されていた月着陸船から指令船への船外移動実験は取り消された。翌3月7日には指令船と月着陸船が宇宙空間で切り離された。月着陸船の下降ステージ側エンジンを噴射して約 160km まで離れ、同じく上昇ステージ側エンジンを噴射して指令船まで戻る実験は約6時間30分で終了し、指令船と月着陸船は無事に再びドッキングした。この有人機同士の宇宙での切り離しドッキングは、人類史上初である。1971年7月にアポロ15号の船長として3度目で最後の宇宙飛行を成し遂げる。指令船操縦士はアルフレッド・ウォーデン、月着陸船操縦士はジェームズ・アーウィンである。一連のアポロ計画で初めて月面車が使われた月面探査であった。月に足跡を残した人類としてスコットは7人目である。この飛行に先んじて、スコットたち3人は今までの訓練と違って地質学の実地訓練を多く受けた。月面を探査するスコットとアーウィンはどのような地形的条件をもとにしてどのような岩石を選んで採取するかを学んだ上で月へ向かったのである。打ち上げから4日後の1971年7月30日に月着陸船ファルコンが月面のハドレー国に着陸した。地質学の訓練を生かすために着陸地点付近の観察を着陸船の上部ハッチを開けてスコットが行った。その後にはアポロ計画初の月面車を使って広範囲にわたって月面を探査し、ジェネシスロックと名付けられたものを含め貴重な岩石を採取した。ありがとうございます。